おはようございマッチョ、マッチョのピアニストのフォルテです。今日は何を話そうかと言いますと、今どんな時期でしょうか。はい、はいはいはい、そうですよね、コンクールシーズンです。懐かしい苦い夏の思い出がたくさんあります。この時期にたくさんコンクールを受けて僕は落ちたこともあったり、嬉しかったこともあったり、さまざまなことがありました。でね、今日は、まあ、タイトルにもあった通り、コンクールのその僕の考え方について話していこうかなと思いまっちゃ。はい、まず先に言っておきますと、僕のコンクール経歴を言います。まあ高校の時にちょこちょこコンクールで賞を取ったりとかしてたんですけども、人生で初めて大きくもらったコンクールが、大きい賞をもらったのが日本クラシック音楽コンクールってやつで、で大学生部門で出たんですけども、それ音大生とかたくさんコンクール受けてて、その1位なしの該当者なしで、で最高位をもらいました。2位っていう最高位をもらいました。その後コンチェルトも弾かせてもらいました、優秀者演奏会で。でその次にもらったのが大学3年生の時のショパン国際コンクール in アジアっていう大会で、大学生部門で音大生とかが一緒に受ける部門で受けたんですけど、でそれはアジア大会優勝でソリスト賞をもらいました。でね、僕のそのコンクールの考え方について今日は話すんですけども、でこれはあくまで僕の意見なので、これを強要したりとかみんなにこうしてくださいねとかいう形の動画ではなくて、こんな考え方の、こんな人生のフリーランスの、こんな YouTuber のこんな感じの考え方の人が人生にはいるんだよと、音楽界世の中にはいるんだよっていう形で見てくれたらなと思います。はい、その僕のこの話をして、まあ、コンクール落ちましたみたいな感じで俺のせいとかにしないでね。もうね、あくまでコンクール落ちる受かるは自分のせいでもなく誰のせいでもねえんだよ。もうな、審査員のせいなんだよ先に言うとくと。だって受かるか落ちるか、どんないい演奏をしても悪い演奏をしても、評価される演奏をしてもしなかったとしても、評価するのは聴衆じゃなくて審査員なんですよ、コンクールの場合。それはね、聴衆賞っていうのもあるんですけど、それはあくまでその一つの賞だけであって、それ以外の審査員というのは基本的に5人とか6人の審査員の方が選ぶので、だから誰も悪くないんです。まず言っておくと、コンクールの賞については審査員が選んだものなんで。1つ目、なんでみんなコンクール受けるの。はい、まあ先に言っておくと、コンクールって別に受ける必要がないものでして、その例えば、まあ、キーシンとかコンクールあんま受けた経歴がないんですけど、まあね、コンクールっていうのは受ける必要が別にものないんです、必要自体は。でもみんななんで受けるの。結局ピアノを本気でやってる人っていうのは結構コンクール受ける人が多いんですけど、まあ先生とかのおすすめとか、まああのやっぱ自分の腕試しっていうので受ける方が多いんですけど、はい、でもコンクールを受けるっていう限り必ず評価される場所です。それが予選が受かろうが落ちろうが、優勝できようができまうが、必ず何があっても評価されます。でまあさまざまなスタイルがあるんですよ。コンクールでもその優勝者を決めないコンクールとか、まあ、あの評価するだけの発表会的なコンクールみたいなのもあったりとかして、でね、まあ、一般的なコンクールのこれは話です。必ずその勝者と敗者が決まります。はい、これも結構スポーツと似てて、僕柔道とか全国大会出てて結構本気で柔道もやってたんですけど、まあ、あの負けたら終わりみたいな感じなところがあって、まあ、負けたらその次の本戦に進めなかったり全国大会に進めなかったりするんですけど、はい、まあ僕の体験談なんですけども、芸大の院試を僕は受けました、過去に大学院の、まあ過去に話した動画であるんですけど、で、まあ、その時はダメだったんですけど落ちました、芸大の院試。でもその芸大の院試に直前に受ける出たコンクールで、僕の中では人生最高レベルにかなり弾けた演奏がありました。そのショパンコンクールだったり、まあ、日本クラシックコンクールだったりで優勝した時よりもいい演奏が自分の中でできたっていう、まあ、その感情でした。弾けたぞと、これは一旦ちゃうかと。へいへい、審査員まだですか、僕の演奏聞いて皆さんどう思いますか、 LINE とかしてくれてもいいんだよ、まあ、LINE 知らんけどとか思いながら、もう個人的にもう電話でから、君はすごいよ、国際コンクール、いやもう世界もう伝説のピアニストになるよみたいな感じの、もしかしたら連絡来るんじゃないかなとか思って、ちょっとね、もしかの公表用紙来るのもあって、審査結果出るの楽しみでうずうずしてたら落とされたんですよね。もうカッチーンで、はふざけんなよと、なんで俺が落ちるんだと。まあ、正直その時はもう自分を信じて練習してたので落ちた理由が分からなくて、で落とされたんですよ。でもその評価でびっくりしたことがありまして、でね、まあ、先生が何人かいて5人ぐらいいて6人かな、そのぐらいいたんですけど、半分の方が
まあ、10点中9点を超える9点何点というかなりの高得点をくれました。かなりの高得点なんですよ、そのコンクールの中では。で結構絶対9点台がたくさんあったらもうあの次の全国大会に進めると言われてて、かなりの高得点です。ですがその残りの反対の何人か、ちょうど半分で割れました点が。今までもらったことない6点台っていう点があって、おかしいなと。6点台って普通もらわない点なんですよ、6点7点台っていうのは。そのコンクールではもうよっぽどの連想戦限りその6点台7点台っていうのもらわなくて、でその点をもらった人っていうのは結構えぇ、ー、みたいな感じで結構やっぱショックを受けるんですね。その周りの、その僕の周りピアノやってる人とかで聞いても、で趣味でやってる人とかでなんかそのコンクール出たよって人とか思って、その違う級にでね、そのコンクールに出てな7点台もらったんだよっていうその話を聞いてショックなんだよねっていうのをその趣味の人とかでも言ってたし、まあ、まさかは僕がもらうなんて思ってなくて、しかも6点台だかな、もう恐ろしいぐらいありえませんみたいなのが書かれてたんですよ。嘘だろと、おいどういうことやねんみたいなちょ待って違う人ちゃうかとか思いながら、で俺と思って、フォルテって書いてあったんで俺だったんですよ。でね、君の演奏は音楽じゃないというか、まあ、ちゃんと勉強してないよねみたいな、バレたか、僕愛媛大学なんですとってバレたかと思いながら、で、ね、もっとちゃんと勉強しなさい、ベートーベンは厳格なテンポだもんね、って書かれてたんですよ。あーもうそんなもん腹立ってピーンって破ったんですけど、1分後にちょっとやべえと思ってセロテンとつなぎ直しましただってね、やっぱしっかり先生が書いてくれたな、その公表用紙にちょっと苛立ってピリってやったんですけど、さすがにこれやべえなと思ってね、ちゃんとしっかりガムテープで補強もしました。まあその話は置いといて、あのね、何が言いたいかっていうと、あの評価されるってことだから必ずその何好き好みがあるんですよ。だって世の中にもいるでしょ、あのハンバーガーが好きっていう人でマック食べれないんですっていう人もいるじゃないですか。俺はモスバーガーしか無理なんじゃ、金があるけんモスバーガーしか無理っていう人もおれば、マックめちゃくちゃ食べたい、大好きなんだよ、毎日でもマック食べたい、ビッグマックとかいう人もおるじゃないですか。そのぐらいやっぱその音楽って、まあ、評価が分かれるとこなんで、やっぱりね、その評価にショックを受けすぎないでほしいんですよ、コンクールを受ける人は特に。はい、ここが結構重要なポイントで、そのコンクールは人生の全てではないんですよ。うん、っていうのも僕の先生が言ってためちゃくちゃいい言葉があって、コンクールはそれはもちろん賞とかあとあって経歴とかとしてはものすごくいい自分のブランドにはなるけど、あくまで過程でしかない。そのコンクールを受かって優勝したからといってそこに何かがあるわけではないんだよ。それはもちろん優秀した演奏家だったりブランドっていうのはつくけど、それがあるから食べていけるとか、それがあるから人生が変わる、人生はなんていうの、それがあるからその何すごい人生のその変わったりとかするではなくて、それはあくまで過程って言ってて、先生が、うん、まあその先生結構ちゃんとしっかりすごいコンクール取ってるんだけどまあしっかりその過程だから気にするなと、まあそうだなと思って。でね、まあ、視聴者の方で多分コンクール受ける人とかおって、多分予選で落ちたりとかすることもあると思うんです。でもね、僕もガンガン落ちたし、まあ、あの僕の先生が言ってた言葉で、あのね、立ったペラペラの紙一枚で人生左右されるなと、そのね、そのどれだけ悪い評価書かれたとしても、それはあくまでその人が嫌いだったんだなって思ったらいいんだよって先生が言ってて、例えば演奏が嫌いな人が100人おった中で5人おったとしよう、でその審査員がもしかしたら5人おったとしたら、その5人が俺に当たる可能性があるんだよ、世の中で考えてたらね。その可能性もあるから、もうたったその紙1枚2枚3枚4枚5枚ごときで、何ショックを受けないでほしい。うん、もう全然気にせず楽しくコンクールを受けてほしい。まあ受けるならばね、まあ受けなくてもいいんだよ本当に。でね、そのやっぱりそのコンクールっていうのはものすごいいいブランドにもなるし、うん、まあ現に俺のバズった動画見てもらったら分かるけど、このマッチョ実はアジアチャンピオンとかいうやべえ売り文句で出しとるぐらい、まあブランドにはなるんですけど、あのね、あくまでそれはブランドであって、でもそのブランドがあるからって言って誰かから声かかることはないし、結局自分で YouTube で俺は発信してるし、もう自分でアジアチャンピオンで言い出したらもう終わりだよねでもそんなこと、そのぐらい自分でまああのやってるぐらいだから、決してコンクールの賞を取ったところで、賞をもらったところで、そのなんていうのね、まああんま関係ないんです、うん、もう本当にね、音大出たとかどこどこのすごい大学を出たとか関係なくて、うん、だから、まあ、あの
もし落ちる人、多分世の中でコンクール受ける人っていうのは落ちる人の方が多いんですよ。優勝する人よりも必ず。だから落ちる人のために今エールを送ってる。俺も多分何十回何百回何千回もあるけど、だけどね、もう気にするな。うん、もうたった数人じゃ。でもコンクールっていうのは安い値段でものすごくいい審査員たちがちゃんとした評価をくれるけん、すごくいい貴重な場だから、そのいわゆるその何そのなんか辛辣なコメントをもらったとしても、あ、こういう方もいるんだ、ありがとうございますって言ってね、ちゃんとね受け止めたらね、あの成長するから、まあ、そう思って練習してもらえたらなと思います。僕もしっかりその破ったんですけど、しっかりちゃんとその後補強して、もう一生の宝物としようとして、もうあの表情のように症状のように掲ってる、まあ嘘ですけど、しっかりちゃんと持ってるのでファイルの中に、うん、大事なコメントだと思って、すごくいい。その時はちょっとやっぱ感情的になっちゃったけど、さすがにね、やっぱいいコメントだなと思って、そこまで俺のこと考えてくれるんだ、いやいい先生だと思ってね、うん、ありがとうございました。その先生、あ、見てないですよねでね、僕のあのとある海外の大学出た先生の話を聞いた時に、その、まあ、海外のコンクールでは審査員がつけた点にケチをつける人もおるぐらい、ふざけんなと、なんでこんな、なんだろうこの賞、意味わからん、納得いかないっていう人がいるくらいだから、もうね、そのくらいの意気込みでいくといいと思います。その自分が納得いかで演奏ができたなら。でもね、まあ高いと思うかもしれない、 2,3 万ってコンクール出るのに。でもね、逆を言ったら安いんだよ。もうすごい先生方だから、コンクールの審査員してるっていうのは。だからその先生方にちゃんとしたコメントをもらえるっていうのは、まあいいコメントだと思って、一回レッスン受けたと思って、そのコンクール出ると多分気が楽になると思うから、みんなそんなに気を張り詰めないよね。コンクールが全てじゃないけどね、落ちたとしても次の年もまああるけんね、うん、次の年また、うん、こうやって名前変えて送るだけで出れるけん、コンクールっていうのは、うん、日本のコンクールは特に。で、僕がコンクール優勝っていうのはそれはもちろん損ではなかったし、自分は今プラスに働いてるけど、ただそのコンクールを受けることだけにとらわれすぎないで、自分の好きな演奏を見つけてほしいなと思います。まあ、結局僕はなんていうのね、まああのクラシックってやっぱ再現性って言われてるんだけど、まあ、僕の演奏を聞いてもらったら分かると思うように、再現性っていうよりはもうフォルテ君が好きに弾いてるっていうか、もう今楽しくピアノを弾いてる姿をみんなに発信して、それを今見てもらってるっていう形なんですけど、うん、多分再現性を結構多分求めようと思ったらまた違うタイプの演奏になると思うんですよ。で、今のところ僕は結構楽しく今弾けてるんで、今人生の中で一番楽しくピアノが弾けてます。ってので多分何ていうのね、もうなんかね、まあなんか楽しかったら、なんか今までコンクールとか賞とか取ってきたけど、そのなんか今弾いてて思ったのが、なんか楽しい方が楽しいなと。そのコンクールで賞とか取って楽しいってよりも、なんか今こういう感じで好きに音楽を発信できてとか、好きに演奏ができてるってことの方が楽しいなってことに気づいたから、もう結局のところ弾くのはあなただから、好きに弾いたらいいと思うよ。そのコンクールの後の話な、それで落ちたとか言わんでるのに、もう言わねえな、ほんまに。好きに弾くっていうのは、そのむちゃくちゃに弾くとかじゃなくて、ちゃんとした型にはまった中だったら、型にはまった許容範囲の中だったら、もう好き放題、自由にやりたいことをやったらいいと思いますよ。何が伝えたかったかっていうと、コンクールは全てじゃないよと。うん、それはもちろん勝敗が分かって嬉しいし、まあ悔しいし、あとはやっぱ自分の自信にもつながるけど、その自信が例えば優勝っていう自信になったとしたら、次のコンクール出んといけんって思ってしまう。さらに上のコンクール、上には上があるけん、それ上には上があって、それを追い求めすぎたら潰れちゃうけん、その自分のそのやりたいことと違うなとか多分思い出してくるときは必ず来るけん、自分のやりたいことをやってほしい。自分の人生を、まあ、楽しめるように送ってもらいたいなと。まあ、僕は幼少期かなりピアノで辛い思いをしたから、みんなには少しでも楽しく長く続けてほしいっていうのがあるから、もうピアノを使って人生を豊かに、あくまでピアノにとらわれすぎないでっていうのが僕の考え方。そうだ、そして筋トレをして人生を豊かにみたいな、さまざまなその自分のしたいことを見つけるっていうことで、まあピアノがしたいんだったらそればかりしたらいいと思うし、だからね、もうその自分の、その人生を豊かにすることだと思って、コンクールにとらわれすぎず楽しんできてください。自分の納得いく演奏が今までと昨日の自分、今日の朝の自分をそのまま演奏に持っていくわけだけん、その状態が再現できた時点で自分としては成功だと思ってコンクールを受けてきてください。これから予選とかいろんなコンクールが始まるけど、みんな頑張ってください。
フォルテからの応援メッセージでした。長くなっちゃったけどね。まあフォルテのその僕の今まで22年、たったの22年だけど、それが詰まって、僕は今 YouTube だったり僕のしたいことしかしないんで、音楽以外にも。だからね、もうピアノを使って人生を豊かにしようとか、筋トレをして人生を豊かにしようっていう考え方だから、みんなも楽しんでいっておいで。いってらっしゃい、マッチョ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。